はい。ひとつき万撮のしみです。今日はですね、まあ結構、あの、そんなに取り上げられてないんですけども、大きい話がありまして、まあこれはあの自民党の若手議員が、二階さんたちにですね、75歳定年制を維持してくださいと。 ね、てっちゅうか、徹底してくださいっていうふうにこう言われたんですよね。で、まあ、これはですね、あの、ふーんって思うかもしれないんですけど、やっぱこれはもう、老外政治家に対する自民党内の、まあ、ある意味、反逆だというふうにですね、あの、見られることでもあるので、まあ、これについてちょっとですね、あの、しっかり、えー、まあ、に、あの、佐藤さんとですね、話をしていこうと。 いうふうに思っております。佐藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、自分ね、あのー、あんまり話題になってないんですけど、この自民党若手議員たちが二階さんらに「七十三歳定年制を守ってください」っていうふうに、こう、まあ提案したっていうこのニュース、うん、うーん結構、これはね、あのー、びっくりする話だとは思うんですけども、ただ、多くの人はで、七十三歳定年制。 でももう二階さん80やんけとかね、麻生さん80やんけ、えっ、これどういうことっていうふうに思う、結構分かりにくい部分もあると思いますので、このあたりを佐藤さんと解説をしていきたいと思うんですが、まずあの自民党の,あの青年部っていうのが、青年局かっていうところがあって、この若手議員とかがね、集まって、いや、これちょっとおかしいんじゃないかとかっていうふうにこう言ってるんですけど、うーん、ちょっとこのあたりが、その菅二階、麻生とかに対する反逆。 な、えー、になるという部分をですね、ちょっと簡単に佐藤さんからちょっと説明してもらってもよろしいでしょうか。よろしくお願いします。はい。まあそうですね。うん、あのー、この青年局ですね。はい、あのー、これはまあ、まあ、名前通りですね、うん、高い方々がですね、うんうん、集まって、うんえー、そういう、まあ、なんていうか、自民党の中の一つの,の,の組織なんですけども、うんうん、まあ、なんていうかな。 まあ彼らもですね、うん、まあ青年と言いながら、ですね、うん、20歳、30歳ってのはまあそんなにいないわけですよね。はい、まあ40歳、50歳ぐらいなのかな。うん、まあそうすると、ですね、まあ、普通の一般社会では、ですねもうなんていうか、幹部クラスですよね。うんうん、会社とかそういうところではです、ね。はい、まあそれが、ですね上が詰まってると、うん、なかなか、ね、上に行けないんですよね。上に行けないし 自分の思うと通りにですね、うん、政治できないじゃないですか。うん、ということで、あのー、まあ、定年制を敷いてですね、うん、そしてえ、定年来たい人には辞めてもらおうと。うん、まあ、簡単な話し、そういうことなんですよね。うん、でこれはですね、あ,はいうん、あのー、小泉慎二郎さんの父親であるね、うん、小泉純一郎さんの時に導入してですね、当時のね、まさに、なんだ、中曽根さんですね、はい うん、中曽根さんと宮沢さんにですね、うんえー、その定年だから退いてくれと、迫ったわけですね、うんうん、だから、まあ、よくやったと思いますよね、うんうん、2>, で2人ともそれを受け入れて引退したわけですよね、中曽根さんはちょっと相当渋ったみたい、うん、<laughs> まあ要するにそういうね、うんえー、徹底していた,いたわけですよ、うんうん、というねのが73歳、定年制なんですよね。はいまあ、ちなみにあの すみません。あの、正確に言うと、青年局は45歳以下の政治家ですね。45歳以下はい。あの、あ<ー>で、まあ、だけどこれ、私、佐藤さん、この45歳、ね、あの、皆さん、まずあの、青年局っていう言い方を聞いて、いやー、若者っぽい言い方だなっていう風に感じる人が、まずいないと思うんですよね。青年局<い>。昭和 <laughs> なんか昭和感溢れるというか、うん、どちらかというと青年というかおっさん感がまずあるなぁと、まあ、思うんですけど、これね、笑い話じゃなくて45歳でも自民党の中では若造扱いなんだってことなんですよ。45歳って言ったら普通の企業だ。だって佐藤さん45の時って、え、あの、この取材とかしてた頃じゃないですか。 まあそうですね。この本書いたのが、うん、えっと、佐藤さんが1998年で22年前だから40代、40, 代、うん、40なったばっかりぐらいですか、うん、まあそうかもしれないですね、うん。だってバリバリじゃないですか、この仕事も。働き盛り満載みたいな感じの時なのに自民党では、言ってみれば若造扱いされてるっていう、これどれだけじじいが上に詰まってるかっていうことの、もう、ね、評価ですよね。ねあれは。 うん。で、佐藤うんうん。はいはいはい。あ、いや、佐藤さんがね、あの、言われたその中曽根宮沢漁師に対して、その定年が例外になってたわけじゃないですか。あれ結構サプライズで結構ね、あの、揉めましたよね。当時結構話題になった覚えがありますよ。そうですよ。うん。そういうことなんですよ。うん。で、なんて言いますかね。うん。まあ、あの、 まあ定年といってもね、うん、その時は中曽さん、宮沢さんにやめてもらいましたけど、あのー、これは、えー、小選挙区は、うんあのー、出てもいいと、はい、しかしその比例区はですね、うん、あのー、出ないでくれと、そう,ん、うん、うというような定年制なんですよね。いやししかしあの <laughs> ちょっとですね、私今自民党の青年局のホームページを見てるんですけど、いや、なんかいかにもおっさんが考えるっていう感じの、この憲法改正を若者にはこういうふうに漫画で言えば伝わるんだろう、みたいな,な,んかな、あの、ちょっとね、あの、青年局と言いつき若干のおっちゃん感がすでに漂ってて面白いなとは思います。はい。 でもこれを小泉進次郎さんとか、あと今の青年局の局長が牧島さんとか、このあたりは結構言ってるわけですよね。そうです。うんうん、だから、その牧島さんがね、牧島かれんさんです、うんはい。定年局長。うん、おこの人がまさに19日にですね、うんえー、二階さんとかに申し入れたわけですよね。うん、73歳定年制を堅持してとうん。と。ということですよね。うん で、なんて言うんですかね。この二階さんに申し入れたっていうところがね、はい、一つのミソというかですね、はい、ポイントいうかですね、うんうん、二階さんはね、うん、なんと今81歳ですから。<laughs> そうですね、本当に、ね。今の自民党というのはね、うん、この二階さん81歳、うん、VS、うん、対するに80歳の麻生さんという構造なんですよ。<laughs> いや、もうね。ね じじい対じじみたいな感じで、そうなんですよ。80越えのね、<う>あのー、方々がですね、うん、にらみ合ってるというですね、<laughs> そしてこれが自民党のまさに大きい構造の、うん、まあ構図の一つですから。ね、で、実を言うとね、うん、この背景言いますとですね、この青年局が申し入れ,申し入れたというのは、うん、あのー、これはね、 単に申し入れただけだけじゃなくて、はい、その背後にですね、あのものすごいですね、あのー、なんていうかな、えー、背景があるんですよ。うん、これどういうことかというと、はい、この若い人たちですね、うん、もう相当ね、マグマが溜まってるんですよ。うん、まあ、そりゃそうやろうな。うん、マグマが溜まっていて、うんあのー、まさに今言った2回 VS 麻生というね、うん これにね、もう相当いらってるんですよ、うんで。この結果、今菅政権ってできている、うんで。その菅政権に対しても相当苛立,苛立ちがあって、な、うん何とかしてくれと。うん、で、そういうね、もがきなんですよ。うん、で今ね、まあここだけの話ですけど、 出た佐藤さんのここだけの話ねはい。ここだけの話。ここだけの話。はい、ありがとうございます。今日のここだけの話なんでしょうそれはですね。はい。あの、国会の隣にですね、議員会館があるじゃないですか。はい。ねうん。議員会館3つあるんですよ。うん。第一衆議院会館、第二衆議院会館、それから参議院議員会館ね。もうここのね、あちこちで、はい。自民党議員が、うん。 3人、4人集まって、いろいろと話している。密議を凝らしている。ほう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 。どういう密杉か。はい。菅はダメだと。菅政権ダメだと。うん。ね。二階はダメだと。うん。麻生はダメだと。ばっかりダメだ。次ね、選挙あったらどうしよう、どうするんだと。うん。 選挙も今年あるの間違いないんですけど、麻生さんとか二階さんね、菅さんもそうだけど、来てもらったら困るんですよ、そうですね来てもらって、車の台の上に立って、こんなことやれた日には、票が逃げてっちゃうんですよ応援演説にむしろ来ないでくださいみたいな感じですよね、困っちゃうんですよ。 ということはですよ、選挙の顔としては全然お呼びじゃないということじゃない。そうすると変えなくちゃいけないていう話じゃないですか、早い話が。だから、そこら辺で3、4人とか2、3人集まっていろいろ話すわけですよ。じゃあどうしようと。とりあえず、じゃあまず二階、麻生に退いてもらいたいということで。 じゃあ一番ね、その個人的にですね、これがなんか言ったらですね、絶対に復讐されるに決まってるじゃないですか。まあそね。さん、ね、幹事長なんだから。だけど、まず、最初に青年局がまず言うと。七十73歳定年生。これを言うことによって、まず世論、世論に火がついて、おかしいんじゃないのやっぱりと。うういう世論が、 自分たちの応援っていうかなうん。あと欲しい人欲しい人。なるほど、なるほど。あるんですよ。うん、でね、青年局が言えば、あのー、個人が言うわけじゃないから、うん、の収納しようがないじゃないですか。まあ確かに。ね。まあ、そう、要するに、あのー、一人で行ったらやられちゃうけど、うん、みんなで渡れば怖くないと。<laughs> なるほど、なるほど、なるほど。<laughs> ね、いうことなんですよ。うん、ということで、 とりあえず、まず最初は青年局が73歳で行こうと。うん。ということなんですよ。なるほどな。<え>まあ、だって、麻生、ちなみに菅さんですら72で、あの、麻生2回とかに比べると、あ、若いねーっていう感じで言えるというこの不思議。下村政調会長とか 68? 安倍晋三とかもそれぐらい下村成長会長66だったかまあそれぐらい、あ、60代いたみたいな感じですからね。まあ、今日ね、あのー、まあ今日といっても、まあ、20日ですけど、うん、ね、二階さんの、何、うん、ていうか、あのー、代表質問があったじゃないですか。<ー>ね国会で、うん、あのー、それがその施政方針演説に対する代表質問。うん、二階さんが出てきた僕はね、うん、今日見ましたけど、はい 眠くなるのをこらえすんね。いやー、もう本当にね、あの、それまで、エタ江野さんとかね、あの質問してるわけですよ。その声の大きさに比べて、あれあれ格段にね、二つぐらい小さかったですよ。ちょっとテレビのボリューム壊れたかみたいな。ねうん。格段に小さくなってるんですよ。ん。でね、ろれつが回らない。おじいちゃんだから、もう。ね。 おじいちゃんだから。おじいちゃんだから。うん、よくわからないんですよ。うん、何を言ってるかね。ド、うん、レスが回らなくて声が小さい。うん。これね、相当見た人はね、うん。<laughs> みんなびっくりしたと思うけど、<laughs> ね。こういう人がですね、うん。自民党の幹事長ですよ。うん。うん。そしてね、その質問の中に、その、土地改良の話、話も出てましたよ。うん。しっかりと。ね。 彼、全国都市会をね、うん、団体、連合会の会長ですから、彼はね、農業土木のボスなんですよ。うん、でっけえな。ね、そ,そしてあの、国土強靭化なんて言ってるね、うんうん、わけですから、自民党の建設族のボスでもあるんですよ、うんで。もちろん観光族のボスでもある、ねうんうん。ボスだけやろ。<laughs> ボス、もう、握ってるんですよ。うん 81歳が。ね,ね。そして、もう、もう、もう、ってしゃって喋るおじいちゃんが。そう。うん、ね。対する、この麻生がですね、うん、麻生さんがですね、ね、これ80歳ですよ。<laughs> ね。80歳。うん。そしてですね、この麻生さんがまたですね、この、一律10万円のですね、うん、ね、あの、特定、ね、給付金。うん。 これをはっきり言ったじゃないですか。出しませんと。言った。ね。これとんでもない。もう本当に。ツイッターでもトレンド入りしましたよね。この麻生さんのね。ひどいですよね。僕もそのツイートしてね、もう麻生やめろって言ったらもうね、麻生政治家やめろって書いたらすごいですよ。あの、ね。あの。リツイートとかがリツイートがすごいですよ。 あっという間にバーッと行きましたよ。うんね、この二階さんと麻生さん、これがね、対決している構図というのはね、うん、とてもね、我慢ができない。<laughs> 見るに耐えないし、ね。耐えない。<laughs> ちなみにあの麻生さんの私、この人どれぐらい金持ちなのかなってちょっと調べたんですよ。<あ>で、麻生グループっていうのがあるじゃないですか。麻生さんの企業グループ。はい ええ、あれの売上総額は、あの、今日調べただけで、4100億円ですよ。<laughs> <laughs> もう、こいつ。<laughs> それ4100億円のね、売上グループの中核のメンバー、しかも副総理で年収数千万もらって、政治資金だけで1億7千万入ってくると。そんな人からしてみたら10万円とか配んなくてもいいだろうっていう感覚になるけど、いや、お前だっていう。もうそういうじじいと、<laughs> ジジイの戦いいっていうね本当にまあね、なんあらゆる意味で不毛の戦いです、ね、<laughs> もう本当にもうとても日本をよくするとは思えない。あらゆる不毛の戦いですけど、うん、その結果、ですね菅さんが政権を取っているわけですよ、うんね、菅さんが政権取って、うん、そしてこの80歳の麻生さんがですね、うん、ねこのまさに政策の頭ではなくって、うん、菅さんとか、 二階さんへのね、嫌がらせですよ。嫌がらせですね。国民にその10万円やらないと。ね。それから持続化給付金もやらないと。狂った政策、狂ったね、ことをやってるんですよ。ね。これって、国民のもう不幸そのものじゃないですか。まさにその、老人同士の戦いで、ね。もう頑固、頑固自治同士の戦いでですね。 国民にお金を出さないと。今一番ひ、うん、一番必要なんですよ。うんうん、一番必要な時一番ひ、一番必要なものを出さない。うん、麻生という人間がいる。うん、その動機は何か日記二2回を、ね <laughs> 2> に、ニック期2回、81歳のそれを懲らしめるためだと。菅を懲らしめるためだと。うん、こんなんでね、やってもらってはね、あのー、もう非常にまずいんですよね。まずい。 本当に。まずい。ね。もうなんかあの、お給料上げるから黙っといてって感じ。もう、もう、もうどっか、<あ>トイレにでもこぼっといてっつって、もう、そういうふうに、どっかやりたい。で、しかもなんか、代表質問も、結構、トンチンカンなことを言ってて、なんか、総理は地方を理解する政治家の代表であり、なんか、哲学とかを語ってくださいとか、なんか、えいやいやコ、コロナの大変な時になんか、いや、ま、哲学も別にいらないとは言わんけど、 いやー、なんかもう、ちんぷんかんぷん。まあ、うん、そうですよ。だいたいね、ちょっと話はずれますけど、はい、ね、なんで与党与党が質問してるんだと。そうですよだってね、<laughs> 同じ与党同士で、うん、あで、うちわの、なんていうかな、あの褒めあたって、い,い何の意味もないじゃないですか。<ー>これ、国会としてね。うん、うん、つまり、あのまずは、うん あの、野党に質問させて、うん、そしてそれに与党が答えるっていうのは筋じゃないですか。だって、与党が、その、行政を握っているわけだから、うんね、握っている行政が自分が自分に質問してどうするんですか <laughs> 意味ないね。自問自答で、ね。それでもう狂った話じゃないですか。うんで この問題はですね、あの、うん、民主党の時に、うん、小沢さんが、まず、あの、これをやめろと言って、やめさせたんですよ。うん。つまり、あの、民主党が今、与党だから、はい、民主党の質問は必要ないと。うん。その分、野党の自民党に回そうと。おーやったんですよ。フェア <laughs> フェアだフェアだし、これは当たり前のことじゃないですか。しかも、それが、え、自分が民主党、与党になったから、 言ってじゃあ、もうその代表質問、貴重な時間取る必要ない、もう与党が与党に質問してどうするんだと、この、うん、もう意味ないよと、茶番だと、うん、やめよう、自民党の皆さん、ねはいちゃんと追及してねっていうふうに言ったわけですね。うういうことですはあ、なんていうか、小沢さん、まあね職業政治家、小沢一郎、読んだらわかるけど、あのどちらかというと、こわ持てないイメージが皆さんあると思うけど、すごいやっぱり理想に燃える人ですね、そういうことを言うっていうことは全くそうです、うん だから、あの、ま、なんちゅうか、だから職業政治家なんですよ。うん。マクス・ウェーバーの言うね。ねえ。本物政治家なんですよ。だって、ねえ、誰が考えたらそうじゃないですか、ちょっと考えれば。うん。同士で自分が自分に質問して、褒め合うに決まってんじゃないですか。ね今日の、今日のといか、二十日の二階さんのように。うん。ねそんな今、日々さんが言ったように、うん。どうでもいいようなことを言わせたりとか。無駄じゃないですか、あの時間。無駄だよ。それをね、 野党に回して、例えば共産党とかね、うん、あの、令和でもあ、令和でもいいですよ。時間が短いから、うん、そっちの方に回すのは筋じゃないですか。筋です。ね、役に立つし、うんね、その批判の質問を受けて、うん、それに答えてこそ初めて意味のある問答が生まれるわけじゃないですか。うんうんね、それをね、 堂々とやってですよ。しかも出てきたのが、ね、81歳の二階さんですよ、今日。もうね、見てて僕はね、あ、これも漫画そのものだなと思いましたよ。え、あの漫画家のボーゴーナさんでしたっけボーさん。いろいろ書いてますけど。ああ、はいこれ書いてほしいですよ。本当ほんとですね。四コマ漫画で。四コマ漫画でよく書かれている。うん。そうそうそう。いや、しかしなぁ。 なんかもう、なんか、菅首相が、なんか、読み間違いとかしたりとかして、で、二階さんが代表質問で、<laughs> みたいな感じでこう言ってて、<laughs> ああ、日本はコロナに打ち勝てるぞ !1 月から元気もらったって思う人は誰もいないと思う。はい。ね、もまた話がずれるけど、はい、その、ね、菅さんが、指定方針演説ね。うん,なん。なんか、なんか、その、 自分は一生懸命練習しましたとか、そうそうそう。そうじゃないですか。そう。あの、間違えないように復唱してちゃんと練習して言いましたとか、いや、お前、そんな次元のこと頑張んなきゃダメなのかよ、みたいなもん。本当ですよね。勘弁してくれって。うん。普通そういうのはね、原稿って自分で書くもんじゃないですか、頑張ってね。うん。あれ、んもちろん書いてないですよね。官僚がね。うん。 一生懸命読むのを練習しましたうん。まあそういう、まあ我々もね、<う>話してて、はってなるけど、そういう、まあこれね、自分の上司がそれだったらって想像してみてくださいよ、皆さん。この通りですね。ね権力だけはガッチリ持ってて、動かないんだけど、なんか読み間違えはするわ、人気はないわ。ねで、けんああうん。 だからはまさに本当にね、さっきの青年局の,、ねうん、の皆さんは、うん、もうとにかくね、すごい危機感があるんですよ。うん、あの、安倍チュルドルンと言われてるね、この、うん、自民党3回生の、うん、ね、うん、若い人たちはまだ脆弱ですから、うん、あの次選挙あって、菅さん、二階さんなんかが来られた日には、うん、<laughs> もう、ね、落選させに来ましたみたいな。<laughs> <laughs> いやがらせ、むしろ。ね嫌がらせも。もうむしろ、あの、菅さんとか名前間違えちゃうとかね。麻生さんなんか来た日には石が飛んでくるんじゃないか <laughs> 確かに、もう帰れ、みたいな感じで、ね、そふざけんじゃねえみたいな。<laughs> よく顔をここ見せてきたな、みたいな。<laughs> いや、ほんと、でも,もう、う本当それぐらい、その人気はないけど、 まあ、あの麻生グループだけでもね、社員が1万4000人いて、売り上げが、あのーえー、4000億もあればですよ、それはもうなんかそこら中に実んばらまいてさ、あのじと選挙の時自分は大丈夫よ、自分は。だけど、若手はそんなことにはいかないから、いやもう勘弁して早くどいてっていうことですよね、これは。ねうん、ということです。だけど、なんていうかな、この若手もね、ジ、うん、レンマがあるんですよね。はい じゃあ、サリーはサリとてですね、じゃあ一体その後、誰がいるんだっていう話なんですよね。そこでね、あの非常にね、あのみんな模索してるんですよ。非常に難しいと。なるほど。ね二や麻生はもちろんもうこれはもう問題、問題にならない。勘弁してくれと。勘弁してくと。もう顔も見たくないということですね。それは菅さんもダメだと。当然だから。もうお話にならない。ならないね。 そうすると一体誰が残るのかということで、うん、結局安倍さんいやというね、感覚もあるわけですよ。まあでも、ね、でもう、確かに、え安倍さんはない。安倍さんじゃないと、二階さんないな。麻生さんないな。菅さんないな。でそこでいくと、え、じゃあ下村さんいや、下村さんはちょっとないな。ないなで,もでも、多分,多分ほ、ほとんどの人知らないと思いますよ、下村さんなんて。うん でえ、じゃあ何岸田さんに、なんか人気出しが弱そうみたいな、ね。うん、で、じゃあ石破さんかいや、石破さんはなぁ、揉めそうみたいな。そう考えると確かに、安倍、あえ,え、また安倍みたいな感じになりますよね。そうなんですよ。けど、うん、ね、まあ、とにかくね、あのー、そこら辺がね、うんあ、きっちり目覚めてほしいですよね。うん、うん。安倍さんが何で辞めたかっていうのをね、うん、やっぱり と考えて欲しいですよね、うん、やっぱりもう積み重ねがあったんですよ、失敗の連続が。うんうん、失敗の連続があったし、このコロナに関しても、全く、うん、僕は主犯と言ってもいいと思うんですね。<laughs> うん、だからね、本来であれば、<laughs> ここで石破さんのね、うん、あの波があの来るべきところなんですよ、本来であれば。うん、だけどもあのー 石破さんに対するですねイメージ戦略っていうかな、石破ではだめだというのがやっぱり自民党の中のイメージ戦略で、相当な根付いちゃったみたいな感じもあるんですよね。なるほど。石破さん六63歳ですよね、今。はい安倍さんは年下です。石破さんという声がいまいち出てこないというか、本来出てき ななきゃいけないけけんだけどうん、うん、石破さん自身もね、うん、あのななていうかな本来はここで一歩踏み出さなきゃいけないんですよ。うん、本当はですね、うん、もうそれ情勢はですね、うん、あのー、もう察知してるはずなんですよ、うんうん、石破さんもね。そしたらもう、今が踏み出すべきチャンスなんですよね。うん、うん、踏み出さないってのはまずいんですよね。まずいよね みな急速にこうキュイーンって上がってきたのがあの河野太郎さん、はいなんかあの58歳、まあ、結構若い方ですよね、この人はなんか毎日新聞によると首相にふさわしい人トップに躍り出たっていう、いやこの人、絶対その平時だったら首相なんかにはならん人だと思うんだけどうんだから、この前お話ししたように、うん、僕はもう麻生,さん麻生派ですから。うん その麻生さんとの関係なんですよね。うん、麻生さんがその80だけど、うん、このままねあの派閥の長として俺は行くんだと、うん、あの人の性格だから行きそうな気もするんだけど、そうすると河野さんの出る幕がないんですね,ですね、うん。世代交代しないと出られませんから、そこらへんの問題があるんですよね。うんうん それともう一つはね、河野さんは、あのー、今度のワクチンのね、はい、あの、責任担当大臣になったじゃないですか、うん、責任。なりましたよね。なりました。これがどうな,なりますかね。うーん、ああ、これをきちんと仕切れるのかどうかっていう。そう,そうそうそう。これ、成功するのか失敗するのかで、うん、大違いじゃないですか。うん、これはね、やっぱ難しいですよね。いやー、これちょっと私調べましたけど、うんはい、もう縦割り官長、 もうそうそう5個ぐらいこうギューってまとめなきゃダメで。そうそう。でもうお想像するだけでもう、おこれはしんどいみたい。うんね、結構ね。河野さんって結構ね、あの強引だから、<laughs> あのそこら辺はやることはねやると思うんですよ。うんうん、だから、菅さんは河野さんを指名したと思うんだけど、うんうん、でもね、それが裏目に出るね、うん、可能性も、恐れもあるんですよね。まあそうですね。うんうん、まさに。 そういちょっともう動きたくないや、みたいな、そういう感情が出てくる可能性はなくはないですよね。まあ、たとえそれがね、まとまったとしても難しいですから、うんうん、まあ、これはなかなかね、難しいですね。うんうん、まあ、そこら辺がどうなるかっていうのも一つの要因ですよね。うん、いや、しかし、安倍復活論ってやっぱあるんですね。あるんですよ。うん 一般の、ね、一般でもやっぱりね、そういう、なんちいうかな、あの、感覚あると思いますよ。ら安倍さん、菅さんも共通してますけど、消去法で選ばれてるっていうこともあるじゃないですか。つまり、じゃあ代わり誰やるので、野党って、野党って誰やるのっていうのはあるじゃないですか。ここで消去法なんですよ。ここで、例えば石破さんでも、一番まあ、現実的なのは石破さんだけど、 一歩踏み出す。野党、うんね、も,も僕はそうだと思いますよ。うん、せっかくあんな塊ができたんだから、うんね、枝野さんでも踏み出せばいいんですよ。うん、でも、枝野さんって踏み出さないじゃないですか。なんか、ずなんかもうもご動いてる、はいで。たまになんか、<う>えいってなんか言うみたいな、そんなイメージですね。そうなんですよ。うん、だからね、枝野さんではね、盛り上がらないんですよね。うん、盛り上がらないですね。 だからね、石破さんがやっぱり一歩踏み出して、まあまあ、また理想論になりますけどね、自民党を飛び出るぐらいの覚悟でやればいいんですよ。そして、例えば山本太郎山本太郎とね、対談すると。山本太郎と対談して、ですねじゃあこの国どういうふうにすると。そういうのをですねしっかりやると。その後に ね、あの小沢さんが出てきて、うん、そして組織を組み直すと、うん、そういうような流れでいけば、ですね、うん、かなりあのー、出てくると思うんですよね、まあ、なんていうか、このムーブメントというかね、国民の期待っていうのは高まるでしょうただからね、山太郎さんもね、ちょっとあの都知事選で、ね、ミスをつけつけちゃったんだ、ねまあ、そうですねう、だからそれでね、野党間にやっぱりちょっと反発がね、うん、強いです やっぱり山本太郎さんもね、やっぱりそこら辺をねやっぱ反省してね、うん、本当にねあの反省して、考え直して、うん、しっかりアナウンスしなきゃいけないと思うんですよね、うんうん。まあね、都知事選は失敗しました、ごめんなさいみたいなね、うん、ことをやっぱり言えばいいんですけどね。そうですねしかも、あの3位でしたからね。そうなんですよ、うんうん。3位でもあるし。うん まあ、なんていうかな。まあ、これね、うまあ、内幕話っていうか、はい、まあ、知ってる人は知ってる話だけど、うん、小沢さんがね、一生懸命説得したんですよね。あ、そうなんだあ。そうですよ。あのー、都知事選ね。うん。やっぱりね、これ、まあ、あのー、内幕話しますと、はい、あのー、山本太郎、都知事選出る、出るのはいいけども、あと、はいうん、統一候補として出ると。うん,うんうん。というのを、小沢さんがわざわざ、うん、 田野さんとか、当時の玉木さんとか、野党の共産党も含めて、全部に根回ししたんですよ。へ全部に根回しして、みんなそれで行こうとなったんですよ。え、オッケー。都知事選、山本候補、統一候補で。そうですよ。へ宇都宮さんはね、出なくてね。ごめんって。そう。山本太郎、決まってたんですよ。そこで山本太郎さんが最後にわがまま言っちゃったんですよ。消費税の件 消費税もその後、うん、まあいろいろ言ったんだけど、うん、その前に、あのー、野党統一じゃなくて、うん。例は、例は出てたいと。ああ、そうだそうだそう。ね。そうだそ,うそこで、もうバラバラになっちゃったんですよ。そうよね。そして仕方ないんで、うん、じゃあ宇都宮さんも出ましょうと。うん。ね。それはね、やっぱりね、ああ、はっきり言ってわがままなんですよ。うん。こういう協調性のないやり方だと、 もじゃなないいけどままままととまるものはまとまらないんですも、うんまあ、それは確かにその令和、まあ、言ってみれば野党統一候補じゃなくて令和として出るっていうことは、まあ、野党からするとえ、なんでその自分の票を減らさなあかんのっていうことになっちゃいますからね。だから、せっかく統一候補としてね、うん、みんなまとまったのに、そしたらね、小池さんに負けたとしてもですよ。うん やったよに接戦になったんですよ、ある程度。そうでしょうね。ねそうしたら、小池さんが、うん、えっと結構200万ん300万票だったかな、なんかそれぐらい取ったけど、まああの内宮さんとえー、っと山本さん合わせても150万か40万ぐらいいったはずなんですよね。でももっとこう,うまとまっていれば。 いや山本太郎さんだけになっていたら、結構いい勝負になったかもしれない。いや、なりましたよ。うん、波が来たはずですから。うんうん、そうしたらね、負けたとしても、うん、次ってあるじゃないですか。うん、で山本太郎さん、山本さん個人にとってもね、うん、プラスになったと。すごい大きい次があるんですよ。じゃあ、ね、山本でこれで取れたんだから、うん、じゃあ山本代表でやれと、うん、いうことになるじゃないですか。うんうんうん 場合によっちゃ、彼首相っていう面も,面も出てくるわけですよ。うん。確かに、党、党、都知事選の時に、そういうふうにやって、<う>すごく行ったら、じゃあ、次の野党、もうじゃあ、うん、あの、代表は山本太郎でって。そう。彼の顔でやろうじゃないかと。でも確かに、枝野さんがポンっているよりも、山本太郎さんが、ね、あの、自民党、これまでいいのか、日本みたいな感じでやる方が、明らかにムーブメント起きますね、それは。あじゃあ、ゃあもう間違いなく起きるす。うん 多分、小沢さんはそこまで考えて説得してもらってたんだと思いますけど。あ当然です、うん。当然ですよね。うん、当然です、うん。もったいないな。もう非常にもったいないことしましたよ。うん、それで、あの、そういうね、うん、あの、プランっていうかな、もう全然ダメになっちゃったし、うんうん、後に残ったのは、要するに、この野党間のこの不和ですよ、ねうんね。せっかくね、あの、山本さんね、うん、いいムード出して、うん ずっと来たのに、でもったいない、もったいない、だけども、とにかくそれでね、過去のことをぐちぐち言ってても仕方ないんで、これからですよ、これから。山本さんもこれからなんですよ、これから野党の一員として、とにかくね、政権交代やって、日本を立て直すんだと、それをやっぱりやんなきゃだめですよ。 確かに山さん、そう。山さんだってまだ若いんだから、うん、人生これからなんだからですね。うん、それこそ、あの、自民党の青年局に入れる年齢ですからね。<laughs> <laughs> そうですよ。ね。そういうね、ことをね、やっぱり考えていかなきゃいけないし、うんね、そして、それに対応するものとして、石破さんもね、やっぱり一歩踏み出さないとダメですよ。うんね、石破さんはね、あの、僕前インタビューしたときに、うん、あの、 加藤浩一さんのことを僕は聞いたんですよ。はい。加藤浩一さんっていうのはね、うん、あのー、前の宏池会の代表なんですけどうん、うん、あのー、もう前はね、あのー、首相に一番近い若手と言われていたんですよね。それが、えー、まさにさ、さっきからね、さっきからっていうか、話がオリンピックのあれててね、うん、森喜郎。はい。森喜郎さんが首相になったときに、うん、それに反発してですね、うん まあじゃあ自民党はダメだということで、うん、加藤の乱を起こしたんですよね。加藤の乱を起こして、で野党が出してる内閣不信任案に賛成するか、うんうん、あるいは欠席するかして、うん、それを成立させてやると。うん、加藤の乱を起こしたんですよね。うん、でそのことを聞いたんですよ。うん、どう思いますかと。うん、市場さんはね、その加藤浩市のことをすごい評価してましたよね。うん,うん やっぱりね、すごく考えてるみたいですね、石破さんはね、うん、加藤さんのことをね。り何が言いたいかというと、加藤さん一歩踏み出した、失敗したけど、うんうん、それをやっぱり自分やらなくちゃいけないんじゃないかと。うん、それはやっぱりね、ものすごく考えてるんですよ。うん、ものすごく考えてるけども、石破さんは若い時に一回自民党を出て、うん、それでね、また自民党に戻るというね、うん、失敗をしてるんですよ。うんうん、その時にね、自民党の中から、 あの、すごい批判がいっぱい来たんですよね。うん。つまり、裏切り者っていうね。うん。それがやっぱり、あのー、彼には答えたみたいで、うん,うん。今回は失敗できないと。うん。ということで、すごい慎重になってるんですよ、ね。なるほど。うん。ということなんだけども、うん。でもね、僕が言いたいのはね、あのー、失敗ができないとかね、その慎重になるっていうのはね、あのー、 石破さん自身の人生を考えたときにそうなんでしょうと。うん、それに比べてね、この国民のね、なんていうかな、今の危機、うん、日本の危機、これを救う方が全然重いじゃないですか。うん、石破さんなんか、無所属で出たって当選できますよ、うん、何度も何度も。人気あるからね。うん、そう人気あるし、うん、ね。もうなんとでもなりますよ、そんなものは、うん。自民党なんかぶっ壊れたって構わないじゃないですか、別に。 この人は人気あるしね、普通に。日本国民が健康で健全であれば。うんね、自民党なんかぶっ壊れて構わないじゃないですか、うん、新しい、うん、新しい政治を作ればいいじゃないですか。うん、何をそんなものをね、怖がってるんだ、うんうん、これを本当に言いたいですよね。一歩踏み出せと。うん。ちなみにあの、佐藤さん、最近あの、 えっと、去年論座で石破さんにインタビューしてますよね。ええ。なんかその時にそういうこととか言ったりしないんですかああ、それに近いことは言いますよ。ああ、なるほど、なるほど。うん、近いことは言いますよ。うん、いやー、なんかあの、石破さんとか出てくんないかなもう <laughs> 一つ気まわさ <laughs> ああ<ー>。どうですか出てみたいですかって。<laughs> あ<の> <laughs> いや、ちなみに都知事選の時はね、あのー、山本太郎さんと宇都宮健二さん、どっちにも出演依頼したんです、私。 おうそうですか。で、そんで、山太郎さんからは何も返事なかったんだけど、あの、うつのさんなんと返事があって。お<う>番組出てくれたの。なるほど。うん。あれで3万回くらい再生されたからな、あの時よりもチャンネル登録2倍ぐらいになってるんで、選挙、うちのチャンネル出たら多分選挙はそれなりにプラスになると思うんだけどね。なるほどね <laughs>、うん。いやー、なんか、でも石場さんも、今、 このコロナという動乱、うん、チャンスにできると思うんだけどな。できますよ。うん、できますよ。これやっぱりね、あのー、まさにチャンスなんですよ。うん、これはいろんな人にとってのチャンスだと思うし、うんうん、一番そのチャンスに近いのが石破さんですよ。うん、そうですよね。だって、もうとにかくね、コロナをなんとかするためには、うん、自民党の中で、うん あの、まさに頭が変わらなくちゃいけないわけだから、あのすぐにできる、できることは。うんね、これは別に、あの、選挙を経なくてもいいわけだから、うんうん、すぐ変わる。うん、一番チャンスが一番近いところに石破さんなんですよ、うんうん。で、石破さんが声を上げれば、うん、ね今この若手がね、ねさっき言ったように、みんなあの模索してるんですよ。じゃあどうしよう、どうしよう。ね,ね もう、菅とか2回勘弁してくれ、麻生も勘弁してくれってこうなってるわけですよね。そうそう。うん、彼らはね、ついてくる可能性がありますよ。うん、でついてこなかったら、自民党割ればいいんですよ。うん、ついてきた人たちを連れて割って、うん、そして、あの、新しい政治勢力を作ればいいんですよ。うん、そして今言ったように、ね、まあ、山太郎でもまあいいし、ね、うん、江戸野さんでもいいし、ね、うん、それと一緒に、 やればいいんですよ、うんね。新しいものを作ればいいじゃないですか。というかあの、いろいろね、例えば石破さんだったら、国防の問題とか、ねあの、かなりいろいろ、多分野党のいろんな人たちとはぶつかるところはあると思うんだけど、もうそういうのは一旦脇に置いといて。 もう今もうコロナ大変じゃんと。<お>もうとにかくコロナなんとかしようぜ内閣作んないとダメじゃんっていうふうに言って。<お>あ、なんかそういう、そういやお前、俺と、例えば小沢さんとね、石破さんは、その、小沢さんはその国連で、で、石破さんはその自分で軍隊作ってとかって、そんな,なんかもういろいろあるよ、主義主張の違いは。もうそんなこともういいもうどうでもいい、どうでもいいっつって。もうコロナ収まるまではそれもなしお口チャック もうとにかくコロナだけ、コロナだけを抑えましょうっていうふうにこう言ったら、いいのにね。うん。そうん、と思うんですよ。うん。まさにそう考えるんですよね、うん。で、そしてそれをさ、国民のみんなも、受け入れると思うんですよね。まあ、そはそうだよなって。うん。うん、受けると思いますよ。うん。それはね。うん。 そしてまた国防のことに関してはね、うん、あの、まさに、なんていうかな、うん、今ね、ね清水さんが言うように、コロナが終わってからでいいじゃないですか。石破さんだってね、その国防のことに関してね、うん、安倍さんと違って、急に集団的自衛権入れますとか、うん、ねそういうことをやる人じゃないですから、うんうん、まあその辺は信頼していいと思うんですよね。うん、ほら、なんかあの昔の言葉で、まあ、今でも言うのかな、あの選挙のためにさ、 野党がワシャワシャワシャとかって集まるのは野合とかって。ああうん、でも今 PCR 検査コロナ対策のためだけに我々は団結したっていうのをなんか選挙のためだけに集まって野合だとかっていうふうには言われないと思うんだけどさすがに。<laughs> 言わないでしょ <laughs>。うん。で、そしてあの、もう麻生、安倍、麻生を2回とかね、もうそんなじいちゃんたちの意見聞きたくないじゃないですかって。ね。 あそういうふうに言うと、だいぶイメージいいと思うんだけどな。ねえその通りですよ。これはもうね、ウェーブが起こりますよ。うん。みんなウェーブが起こること間違いない。ね、うん。ああ、でもな、なんかその、<や>や山本太郎さんがもしそこにいい、あのー、入っていたら、確かに一気に総理のところにも近づいてたかもしれないんだよな。もったいないな。うん まあだから、栃木戦は本当に失敗しましたね。もったいない、本当に。いやー、まああれからなんかね、山太郎さん元気ないんだよな。まあそうですね。ちょっと、かつてのウェーブみたいなものは、あんまりもったいない。もったいないですね。うんいや、でもなんか石破さんとかね、 あの、そういうふうにこう、確かに石破さんの人生を考えたら、いやー、どうしようかな、どうしようかな、どうしようかなってこう、慎重になるのはわかるんだけども、いや、この、だって、こんなチャンスないと思うんですよね。菅さんはヘロヘロ安倍さんはお腹痛いって言って辞めちゃったで、首相になった菅さんはなんかこう、なんかあの、読み間違いとかしても、ぐったぐたじゃないですか。で、明らかにじゃあ二階さんとか麻生さん嫌われてますよね。 じ、このじじいがっつって、そこで石破さんがパーンって出るって、<う>俺はもうなんか数十年に一度の政曲チャンス思うけどなチャンスですよ、うん。ああチャンスだしね。うん、石破さん個人の人生から言ってもね、うん、やっぱり勝負時ってのはありますから、うん、今は本当勝負時だと思いますよ。うん。ああやっぱりね、あのー、とにかく、 人間のね、歌値は一つ、うん、その行動力で決まりますからね、うんうん、行動力あるかないかで、違いますから、うんうん、そのチャンスはやっぱりね、かつかんだ方がいいですよね。ね。で、ね、うん、まあそういう動きの一つとして、73歳定年制、青年局があの動き出してるっていうのも、 まあ選挙は近いっていう動きは絶対ありますからね、これは。なんかあの、早い人たちからするとなんか4月にもあるんじゃねえかとかっていうような予想とかもね、あの、言っている人もいますし、まあ、一体どうなっていくのやらというところなんですけども、まあちょっと青年局の要望っていうのはそういう重要な要素をはらんでるんですよっていうことを、 ちょっと佐藤さんと今日は解説の方をさせていただきました。えー、佐藤さん本日もどうもありがとうございます。で、ね、あの、佐藤さん面白い話面白いわっていうふうに思う人はぜひこれを買ってくださいと言いたいところなんですけど、えー、現在撮影しているうちにね、19日に入荷した分が20日にもうすでに売り切れになっていて、<laughs> あのー、全国の本屋さんで皆さん、とにかく注文をかけてください。で、これあの、出版業界の動きなんですけども、本屋さんが一般注文を受けるとね、取り継ぎっていうところが、 本、あの、取り次ぎがでかいところがあって、それが本屋さんに流通回してるんですよ。で、取り次が、お、なんか職業政治家、小沢一郎、なんか佐藤さんの本いっぱい注文入るなっていう風になると、優先的に配本されるようになるんですよね、これが。だから、あの、佐藤さんの応援のためにもぜひね、やってほしいなという風に思います。それでは、今日も読書、チャンネル登録といいね、よろしくお願いします。佐藤さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。